はい、どうも宮田です。今日はですね、機材のお話をしていくんですけど、最初にストロボ持ってない人は最初にまずゴドックスのストロボを買えっていう動画を出しました。で、こう最初の1台としてクリップオンストロボを勧めたんですけど、でそのクリップオンストロボに慣れてた人に対して僕が次におすすめするストロボをちょっとご紹介しようかなと思います。以前おすすめしたクリップオンストロボと同じゴドックスのストロボなんですけど、今回はクリップオンじゃなくてモノブロックって言われるタイプのストロボになります。このね AD200 っていうストロボを紹介していこうかなと思うので、まあライティングとかに慣れてきて、こうクリップオンストロボじゃちょっと光量が足りないなってなってきた人はちょっと見てみると面白いんじゃないかなと思います。でもこれね結構有名なんで、もう知ってるよって人が大半なのかもしれないんですけど、まあ今日は細かいスペックっていうよりは実際に僕が仕事とかで使ってみてどういう場面で使いやすいとか、どういう点がいいかとか、そういう話をしていこうかなと思ってるので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。これ使いやすくていいですよ。はい、ということでじゃあ動画の内容に行きます。レッツゴー。はい、じゃあ早速紹介していきます。これ以前紹介したクリップオンストロボと違ってモノブロックストロボっていう分類になります。で、以前紹介したクリップオンストロボと何が違うかっていうと、クリップオンストロボに関して言うとこういうねカメラの上にマウントするシューマウントっていうのがあるんですよ。これがこいつはないんですよね。なのでもう完全にコマンダー、以前紹介したゴドックスのコマンダーからの指令で光ったり調整したりする、調整はここでできますけどね、光らせるものになります。クリップオンストロボはカメラに直接つければそのまま光るけど、モノブロックはこう無線とか有線とかね繋いでやって光らせるっていうものになります。で、この AD200 っていうのなんですけど、 200W のモノブロックになります。で、この AD200 って出た時すごい話題になったんですよ。なんで話題になったかっていうと、 200W のモノブロック、しかもバッテリータイプで、このサイズって異常なんですよね。 AD200 が出てからしばらく経ちますけど、それでも他のメーカーからはこういうタイプのこのサイズ感のストロボっていうのはなかなか出てない状態になってます。なのでこれが出た時はみんなとりあえず1台買ってみるみたいな感じだったと思います。で、まあ細かいスペックとかいちいち話さないんですけど、他に動画たくさんあるので、まあ基本的にこうね一般的なストロボでできることはもう全部できるような状態になってます。ハイスピードシンクロもできるし、マルチ発光とかもできるし、まあ無線で光らせたりとかもできます。で、これ一つ面白いのがヘッドを別のタイプに変えられるんですよね。ここを押してこうやって外せるんですよ。今これついてたのがベアバルブヘッドっていう、ベアバルブヘッドっていうね、こういう発光管がついたタイプで、ガラスグローブが一体になってるので、これ例えば玉切れした時とかでもこう抜いてすぐ差し直して別のやつね、例えばここに替えの玉があるんですけど、こいつ出してこう抜いて、よいしょ、抜いてまた別のやつを差し替えてやれば現場でも即対応できるっていうのはすごく便利なヘッドになってます。で、もう一つこっちにもう一台あるんですけど、これがフラッシュヘッドっていうので、フラッシュヘッドだっけな、なんかいわゆるこういうクリップオンタイプと同じようなヘッドになってます。で、こういうクリップオンって基本的には照射角のこうズーミングができるんですけど、これは固定になってます。なので照射角に関しては固定になっちゃうんですけど、これフレネルレンズっていうのがついてて、こうなんかめっちゃ効率よく光を集めて照射してくれるので、こいつで使うより光量が稼げたりします。でも基本的にはせっかくならこのベアバルブヘッドとか、もう一つ僕持ってないんですけど H200R っていうのがあって、それはこう綺麗に光を回せたりとかで、こいつもライティングアクセサリーの中に入れる分には光が綺麗に回るので、せっかく AD200 を使うのであればこっちのヘッドを使ってた方がいいかなとは思うんですけど、場面によってはこう日中シンクロとかねする時に光量が必要な場合はこいつもすごく便利になるので、まあ時と場合によるんですけど、こうやってヘッドを変えれるのが面白いストロボになってます。僕ね個人的な趣味だけど合体変形ロボ大好きなんで、これ結構たまんないんですよね。はい、もう一つ面白いのが専用品になるんですけど、このね AD200 とかが出る前に AD360 とかがあったんですよ。で、そういうのに使える、ここ本当にこの隙間、こんだけのサイズのマウントで付けれるライティングアクセサリーっていうのもあって、ここで取り付けたり外したりっていうのができるようになってます。で、バッテリーで何発だったかな、ちょっとスペック調べて載せときますけど、結構現場持ってっても全然十分な発光回数なので、バッテリー一つでも全然持つし、まあ、予備あればよっぽど大丈夫なんじゃないかなっていう感じです。
で、この 200W っていう光量なんですけど、なかなか分かんないじゃないですか、実際使ってみないと。で、僕の使用感で言えば、人物を撮る上では全然十分な光量を撮れます。もっと大きいね、例えば車とか、他に何だろう、なんかでもそういうのって一般の人って撮らないじゃないですか。僕も撮ったことないですけど、車の仕事なんてないんですけど、なんかそういう仕事じゃない限り、人物を撮るぐらいだったら全然十分じゃないかなと思います。で、室内で撮る分にはよっぽど十分、 200W あれば、使い方次第でもありますけど、結構絞ったとしても全然光量としては使用十分なスペックなんじゃないかなと思います。僕もこれ AD200 何等かで仕事の現場回すことなんてたくさんあるし、っていうかまあ基本そうなんですけど、持っていく荷物が少なく済むんでね、大変便利に使っております。ただなんか 200W で足りないかなって思うのは、こう晴天時の外でのハイスピードシンクロ、日中シンクロだったりとかは、こう被写体に近ければ使えるんですけど、こう引きの絵とかで遠くから撮らなきゃいけないとかの場合は、なかなか厳しい数字にはなっちゃうかなと思います。つい最近ね、 AD300 Pro っていうのも出たので、 300W のこれの一回り大きいようなやつですね、もう出たので、それもちょっとね、お財布に余裕ができたら買おうと思ってますけど、 200W、300W ぐらいあれば、よっぽど大体、まあ趣味のポートレート撮影とかでも十分回せるんじゃないかなと思います。で、さっきこのヘッドが変えられるっていう話をしたんですけど、これ面白いのが、こういう、あ、立ちた、こういうアイテムがあります。これ名前なんだっけ、 EC200 っていう延長ケーブルみたいなやつですね。これ今2つくっつけちゃってるんですけど、こうやって外すと、さっきこれがフラッシュヘッドと似たような形になってます。で、これを例えば今このベアバルブヘッド取りますけど、取ってこっちね、これをつけてやって、つかない、今つけました、こうやってね。で、こいつにさっき外したベアバルブヘッドを取り付けます。こうするとAD200 から発光部分が外れるんですよ。面白くないですか、これ。この状態でスタンドの下のあたりにこいつをくっつけてやったりとかして、これ自体が重りになるし、これをライトスタンドの上の方に持ってってライティングすると、頭の部分が軽くなるので重心が低くなるんですよ。なので外で使う時とかにこう倒れづらくなったりとかして、すごく便利に使えます。で、もう一つ、例えばなんですけど、ここに X1T があります。で、こうね、ヘッドだけ外して軽い状態になってるので、ここボタンを押しながらこうやって角度変えられるんですけど、これを例えばこの X1T とかはシューマウントがあるので、ここにこう取り付けてやると、カメラの上に AD200 200W のストロボのパワーをカメラの上にオンカメラで使うことができるようになります。まあこうやって使う場合はベアバルブじゃなくてフラッシュヘッドとかの方がいいかもしれないんですけど、こういった面白い使い方もできます。ここでね、こう転板するときに上にバウンスさせたりもできるし、これすごく面白くないですか。ロボットみたい、かっこいい。はい、まあ、もちろんね、こうやって繋いだとしても、 TTL とかトリガーの信号っていうのはこの無線手で受け取るしかないので、もしくはここのシンクロ端子に入れてやるかですね。まあでも基本的にはこうトリガー、コマンダーを使って信号を送ってやって使う方がいいんじゃないかなと思います。まあ実際僕この EC200 でオンカメラにして使ったことはないんですけど、こういった使い方もできます。オンカメラじゃなかったとしてもね、例えばこれ外してここにね、なんかグリップみたいなのつけてやったら、こう撮影しながら自分で手持ちでもうちょっと伸ばしてもいいし、ライティングするっていうのもできて、すごく便利じゃないかなと思います。コスプレの現場とかで、なんか僕コスプレの現場とか行ったことないんですけど、囲み撮影みたいなところでこういうのにこうね、手持ちでライティングして撮ってる人も見たことあります。見たことあるっていうか、写真とか囲み撮影の写真とかを見る限り、こうやって使ってる人もいたので、あ、すごく便利そうに使ってるなって思いました。実際ね、オンカメラでこう土正面から当てるライティングだけだとつまんない写真になりがちなので、こうやって発光部分を伸ばしてこうね、角度変えてライティングするっていうのは、他の人と差別化もできて、すごくいい使い方になるんじゃないかなと思います。基本的にこういうモノブロックっていうのはライティングのアクセサリーをつけずに使うことっていうのはあんまりないんじゃないかなと思うんですけど、それでも例えばソフトボックスをつけたり、アンブレラにバウンスさせたり、こう車幕貼ってその車幕越しにライティングしたりとかね、なんかそういった使い方であっても、全然さっき言った通り人物ぐらいのサイズの被写体であれば十分使える光量になってるんじゃないかなと思います。
でまあ以前その TT600 とか TT685 っていうのが安いよって言って1万円ぐらい1万円前後とかで買えるよって言って紹介したんですけど、これに関してはちょっとだけ値段が上がって3万5000円ぐらい4万円ぐらいするのかなぐらいの価格帯になってます。なのでクリップオンストロボを何等か使ってみて慣れてきて、ちょっと光量が足りないなみたいな、なんか絞って撮りたいんだけど絞っちゃうと TT600 とかだと光量が足りないな、ライティングアクセサリー使うと光量が足りないなってなってきたら手を出してみると面白いんじゃないかなと思います。モノブロックストロボにはね、このバッテリータイプ、こういったタイプと AC タイプ、こっからねコードが伸びていわゆる家庭にあるような 100V の AC 電源に挿して使うようなタイプがあるんですけど、 AC 電源タイプのモノブロックはもうちょっと安くあるんですよ、5ドックスでも。でももう使用環境が決まってるとか、家のここの決まったスタジオでしか撮らないとか、まあ、社内のスタジオでしか撮らないとかだったら全然いいと思うんですけど、外に撮影に行く場合はこういったバッテリータイプがすごく便利なので、 AD200 はサイズとか光量ともにバランスがすごく良くて、一つ持ってた方がいいんじゃないかなって思うモノブロックストロボになってます。ちょっとねこれ出したタイミングはあれなんだけど、本当にこれの 100W 上がった 300Pro っていうのがついこの間出たので、それもそのうち紹介したいんですけど、ちょっとね今ね収入が落ち込んでてね、新しい機材を足す時期かどうかっていうのもあるので微妙なんですけど、まあ来月の仕事の状況次第で買って使用してみた感じを話してみたいんですけど、まあ今見た感じその AD300 もすごく使いやすそうで、今手に取ってる人すごく羨ましいなっていう感じです。でその 200W、300W で揃えれば割と撮影はできるんじゃないかなと思うので、まあまずはこの 200W の AD200 とかを買っといて、もちろんねその AD300 はもうちょっと値が張るので、 AD300Pro に関しては6万円ぐらいなので、まあその辺の費用感を考えてみて、まずは AD200 とかに手を出すとかでもいいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで5ドックスのストロボ紹介でした。もうねこれ本当に使いやすくていいんですよ。持ち運びもしやすいし、まあ、僕は基本的に出張撮影が多いんですけど、その狭い現場でもセッティングしやすいし、室内で撮る分には光量も十分だし、まあ外で撮る時も条件次第ですけど使えるしっていう感じで、すごく重宝してる機材になるので、ぜひ知らなかったよって人は一回チェックしてみてほしいかなと思います。細かいスペックとかはねメーカーとか Amazon の販売ページとかにも十分書いてあるので、まあさっき話した僕の使い方が参考になるかどうかわかんないんですけど、まあそういう点含めていいなと思った人は一度チェックしてみるといいのかなと思います。はい、こんな感じで写真とかカメラとかね、お話とか機材の話とかしていっているので、もしよかったら高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいなと思います。こんな感じで今日の動画は終わりますかね。はい、また次の動画でお会いしましょう。宮田でした。またねー。